さあ最高の記念写真フォトセッションをね3回に分けて撮影させていただきましたけども、素晴らしい瞬間を、さあ素晴らしいフォトセッションをね3回に分けて行わせていただきましたけども、最後の最後に熱いメッセージもいただきたいと思いますのでね、今しばらくお待ちいただきたいと思いますが、さあそれではご準備の方はいかがでしょうか。本当にあの熱いコメントとともにね素晴らしいメッセージをたくさんいただきましたけども、さあそれでは元の位置にお進みいただきたいと思います。最後に熱いメッセージもいただきたいと思いますので、ありがとうございます。こちらの方に前にお進みください。さあそれではスペシャルイベントの締めくくりということになりますが、最後にメッセージをいただきたいと思います。 OK ですかね。では最後にメッセージをいただきたいと思います。あの日本のファンの方々に向けてクリスさん、最後に一言メッセージをお願いします。Well, we made this movie especially for you. You're the greatest fans in the world. We just love being here in Osaka, and we had a great time in Tokyo. We send out big hearts to all of you, and please enjoy our film. We worked our butts off, and we hope you enjoy it as much as we enjoyed making it. Arigato gozaimasu. 皆さん本当にあの嬉しいです。世界各国の皆さんのファンに向けて、本当この大阪からですねこれを発信できることを非常に嬉しく思っております。東京でも楽しい時間を過ごすことができました。本当に私から大きなハートをお送りしたいと思います。あの非常に素晴らしい映画、楽しく非常に頑張って作りました。で作ることが楽しかったようにご覧いただける皆さんにも楽しんでいただきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれたスペシャルゲストを改めて紹介しましょう。ジュラシックワールド炎の王国制作総指揮を担当されまして、脚本も担当されましたコリン・トレボローさん、監督を務めていただいた J.A. バイオラさん、本作のメインキャストクレア・ディアリング役を演じましたブライス・ダラス・ハワードさん、応援グレイディ役を演じたクリス・プラットさんでした。ありがとうございました。本当にあの7月13日が楽しみで楽しみで、そしてここで皆さんにサプライズなお知らせがあります。本日20時15分からのユニバーサルスペクタクルナイトパレードに今回のスペシャルゲストの皆さんが登場してくれることになりました。これは最高のコラボレーションになりますからね、ぜひ偶然パークに遊びに来られた方も非常にラッキーだと思います。全員で集まってこの最高の特別な空間をこの後も楽しみたいと思います。皆さん今回もご参加いただきありがとうございました。